究妖怪探検隊。今日はどんな妖怪に会えるかな。で、出たー。片足ピンザ出没場所宮古島全域。特徴、片足ピンザは前足の一本がないヤギの妖怪。走っている車の前を横切ったり、股の間をくぐろうとする。股の間をくぐられた者は眩いを取られると言われ、恐れられている。対策、股を閉じながら逃げる。アフィラーマジムン出没場所沖縄全域の夜道。特徴、首里に出没したアフィラーマジムンはアヒルの姿をしているが、旧日本軍の軍服を着ていたらしい。股の間をくぐられた者は眩いを抜かれてしまう。対策、しつこくついてくるが股を閉じつつどうにか逃げよう。もうこんな時間か。今日の探検はおしまい。また見てねー。